今までで一番早く書けた作品は？質問ありがとう。一番早く書けた絵は3秒ニコちゃんマーク。3秒で書くニコちゃんマークは毎年年始めに書くんだけど、その時のために365日間考えたりする。どんなニコちゃんマークにしようかって。え、そうなの？それはすごいね。って言えばそれっぽくなるかなと思って嘘ついた。え、違ったの？あ、先生騙されるね。すごいと思ったのに騙された。ひどい。ごめんね、メロちゃん。でも、絵は早く描けばいいってわけでもないし、時間かければいいってわけでもないと思う。一瞬一瞬で、この歪み方何とか、天気とか気温でも左右されたりもする。だからその瞬間を楽しみながら描いていきたい。今回の絵も完成。最速、ニコちゃんマーク。今度見たい人いる？ファイアー！ファイアー！